ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回は救援のビジュアルについて学術的に完全解説をしていきます。背景から身長や服装まで網羅的に解説しますから、よければ最後までご覧ください。このチャンネルでは今後も推しの良さをすっきり理解できる動画たくさん作っていきますから、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。こちら本動画に関する注意点です。気になる方は一時停止でご覧ください。今回はこのような流れで解説を進めていきます。まずは救援の体型徹底的に見ていきましょう。最初に見るのは身長です。身長の計算方法としまして、漂白者の手首から中指の長さを基準にしています。ここの長さは女性平均でおおむね17センチらしいので、この数値から身長を割り出しております。すると救援の身長は頭頂あたりから足首までで178センチぐらいになっております。まあ、こちらは僧侶ブラントとそこまで大きな違いはないよねという感じです。ボディービルとかフィジークの大会ですと高身長帯に入るタイプでして、いわゆる大型級というやつになります。もう頼れる壁って感じですね。次に胸筋と全体の筋肉の感じ見ていきましょう。チェスト、ウエスト、ヒップの大きさをキャラクターのスクショから長さを計測して楕円に近似して求めております。救援は厚着で、しかもボディラインがほとんど出ておりませんから、着衣の状態の生の値と裸の推定値両方出しておきます。救援のチェストは着衣で120センチ、脱衣で推定111センチくらいかなという感じです。普通の男性の平均の胸囲は92センチ、ボディービルダーだと約112センチあたりが中央になってきますから、ボディービルダー級として成立するレベルになっています。こちらちなみに日常的な服のサイズに当てはめますと、ざっくり LL から 3L ぐらいになってきます。服を探すのは非常に骨が折れそうな感じがします。ここで筋肉の形を見ておきましょう。男性の胸板はどこが一番分厚いかというのでタイプが分かれるそうです。本動画では3種類に分けてみました。すると救援の胸板は鎖骨のすぐ下から前にぐっと盛り上がっているアッパーチェスト型かなという感じです。胸の上の方が高く張り出していまして、アーマープレートみたいに見えるタイプですね。また筋肉の仕上がり具合も見てみましょう。救援は健康的で腹筋が見える感じから一段絞ってるなという印象です。上半身の筋肉は腹筋のブロックははっきり割れていまして、肩と上腕にくっきり溝が入っているんですが、細い筋や血管までは出てきていないというところです。では次に下半身と全体の体型見ていきましょう。ウエストは着衣で98センチ、脱衣で推定84センチぐらいかなという感じです。ウエストとチェストのバランスは 0.8 になっております。ウエストとチェストのバランスは 0.7 ぐらいが理想で、女性の評価では最も魅力的とされております。救援は腰のベルトにやや厚みがありますから、バランスとしては全体としてはやや大きめという感じです。またヒップは着衣で109センチ、脱衣推定で101センチぐらいになってます。ウエストとヒップのバランスは男性の場合 0.8 から 0.9 ぐらいが健康的で魅力的に見えるレンジとされております。救援はだいたい 0.9 ぐらいですから、まさに健康体に入っていると言えますね。さらにここで太ももの太さを計算してみました。体の正面と側面の長さを計測して円形筋状を用いて周囲長を計算しております。ここが一番肉厚を感じますから、こう計測しております。すると救援の前から見た太ももは着衣で 23.5センチ、脱衣だと推定22センチぐらいかなという感じです。またこれらのサイズから体型を4つに分類してみました。壁みたいな冷蔵庫型、輪郭が X 字のトロフィー型、輪郭が V 字の逆三角型、そしてお尻と太ももが主役のロケット型です。計算式は以下の感じです。計算の結果、救援の体型は逆三角形型でして、上半身に厚みがある、守られたくなる安心感を全体的に醸し出しているという感じです。ちなみに救援と女漂白者を比較してみますと、このようになっております。まあこちらを見るとはっきりよくわかりますが、女漂白者の肩幅と比較して救援の肩幅も明らかに長くなっております。2倍近くあるなというのがよくわかります。一方で太ももの太さを見てみますと、さすが漂白者だなという感じで、あまり変わらないなというのがここから分かってくるかなと思います。このような感じで男性キャラと女性キャラでは、まあ、明らかに全体の体型を変えて作っているということがはっきり分かるかなという感じです。次にかっこいいモーション見ていきましょう。救援は刀の達人感と目が見えない感というのを両立させたいのかなというのがよく分かっています。素早い動きで納刀も非常にかっこよく仕上がっております。また竹に持たれたり水を飲んだりと全体的に余裕を感じる戦闘を見せてくれます。
またたまにふらつく感じがありまして、目が見えていない感をより強く感じることができます。さらに時々背景が水面になったり、何かを書き始めたりと水墨画を意識している様も伝わってきます。こちらの文字解読できる方いましたら、ぜひコメント欄にお願いします。次に全体的な服装と露出度、露出箇所、温根を見ていきましょう。服装の全体のテーマは静かに燃える危うい色気といった感じです。肩から腕にかけて裾がすごく大きいですから、横へ広がってるんですね。でこれによって肩周りが実際よりもさらに大きく見えますから、上半身がどっしり強い印象になります。この守ってくれそう感っていうのが男性では特に色気につながりやすいっていう感じですね。で逆にね、腰のあたりは太いベルトとか帯を重ねてギュッと締めていますね。ウエストラインがはっきり細く見えますから、肩は広いのに中心は引き締まっている逆三角形型が強調されています。また腰から下には細長い布が垂れ下がっておりまして、足が長く見える効果があるのかなっていう感じです。また上は大きく頼もしい、真ん中は引き締まってコントロール、下は長く流れて余韻があるという三段構成に見えます。さらにこの先がギザギザに裂けて穴が開いている服を着ておりますから、この人は安全な場所だけで生きていないというメッセージにもなっているかなっていう感じです。これにこうするようにね、模様の水墨画から知性とか教養もにじみ出ておりますから、危険さと知性のギャップがさらに強い色気を生んでいます。ここで露出度計算のため医学で使われる肌面積計算の方法を編集して使います。すると全体の露出度は 0% と言っていいかなという感じです。露出は全くないと言っていいという感じですね。温根は手のひらにあります。まあ実は人の手のひらって意外と見る機会ないんですよね。なんで隠すことで見せるタイプというところをここから実は感じ取ることができるのかなという雰囲気があります。次に服の破れ具合見ていきましょう。このゲームはダメージを負うほど服が破れる仕様になっております。まあそもそも最初からボロ目の服ではあるんですが、なんとここにね仕掛けがあるんですね。お腹の部分が少し裂けているんですが、こちら肌がですよね。これ見えてるの、ちょっと腹筋が膨れ上がっている感じも見えますから、おそらく肌なんじゃないかなという感じです。この腹筋のチラ見せね、これはかなりうまい演出なんじゃないでしょうか。まあ、女性の視聴者の方ね、まあ、いるかわかりませんけど、まあ、いらっしゃいましたらこちら感想をいただけたらと思います。次に体重を推定してみました。体の各部位の体積をもとに体重を推定しております。こちらは超概算ですので注意です。計算の結果、9円の体重は服を除いてだいたい80キロぐらいかなという感じです。身長176センチぐらいの男性の標準体重がだいたい68キロ。ボディービルダーですと87キロぐらいになってきます。なので9円はガチの人よりはやや軽めかなという印象です。ボディービルの大会の上位層よりはこれでもまだ細めですから、9円は上級のナチュラルゾーンというところあたりかなという感じです。次に顔と髪を見ていきましょう。上まぶたが少し重くなっておりまして、目尻が少し下がっていることから落ち着いた大人とか感情を抑えているように見えます。しかも瞳の光が弱いですから、静かな殺気タイプの剣士にも見えてきます。で顔は前髪で少し影が落ちていまして、視線をまっすぐ受け止めないという風になっております。まあ、何を考えているか読み切れない、秘密を持っている人のような色気を醸し出しています。さらに髪を縛っている深い緑のリボンはワンポイントになっていて、顔立ちを引き立てているアクセサリーとしても機能しているように見えます。というわけで髪の毛の柔らかさを見ていきましょう。計算はバネ質量計と仮定しまして硬さを算出しています。するとこの長い部分は新しめのラップフィルムを指でそっとたわませた時ぐらいの感じです。柔らかさ度合いで言うとカンタラのカビとかなり近いかなという印象ですね。これだけ長いのに結構柔らかいですから、髪の手入れは刀の手入れと同じぐらい気を使ってるんじゃないかなというのがここから伺います。次に使い方とおすすめの凸数です。今のところガルブレーナの火力を強化する役割が大きいみたいですね。バフをかけまくれるので積極的に出てもらいましょう。凸数はね、男キャラ好きならやっておきましょう。まあ、正直名著はね、男の供給多くないというかもうほとんどありませんから、今これ大チャンスです。積極的に整っていきましょう。では最後に9円の香りを考察妄想しておきましょう。9円に近づくと全身から漂う竹の香りと、尖れた刀のヒヤリとした気配がふっとかすめます。やがて湿った炭と川の暖かさが静かに立ち上って漂い始めます。その沈んだ余暇が気づかれないほど細い線となって、そっと私たちを包み込んでくれることでしょう。
はい、解説は以上になります。男キャラの解説ね、やってほしいっていう声がたまにありましたので、まあ、せっかくなのでこの機会にねちょっとやってみたんですが、いかがだったでしょうか。もっとこうしてくれとかね、こういうのも知りたいというのがありましたら、お気軽にコメントお願いします。今後もここでしか得られないキャラクターの最新情報を提供します。見逃したくない方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントもお願いします。以上、ももかんでした。ではまた。